くだらん。力が出ねえ。今回は最近思ってる特に狙撃修正された結果強化点がある説。表向きは魔法修正になっとるけど、実際のところ今ダーチョンの勝てるデッキといえば都市明智渡辺宗の3つ、そのうちの2つで確定で採用されているのが特に狙撃や見切った。狙撃の引く距離が下がったものの一発ごとにヒットストップがあるから、しかし当たりした際の後続の弾が当たりやすくなったように感じとるよ。ここまでか。失せろ。臆病ではない。慎重なだけだ。撃つわ。流派発動。一の型。俺がやっちゃる、やっちゃる気に。出過ぎたか。撃つわ。くだらん。力が出ねえ。くらえ。撃って大丈夫か。撃つわ。くらえ。任せておけ。くらえ。撃つわ。正しいものが破れる。見切った。撃つわ。撃つわ。無理。現状狙撃の対処は難しい。この場面みたいに無力化できるタイミングがあればいいけど、正直今後の修正を待つしかないと思っとる。修正案としては狙撃ロックになるまでの時間延長、狙撃時の威力総括低下、命中時のヒットストップ時間低下、もしくは戦国大戦の車打ちみたいに魂数4とか。今作の特技はマイナスになる点がないから、狙撃の性能を一覧限りコスト比武力で狙撃を持っとる無には計略関係なく使用率1位を維持し続けると思う。血陣へ。落ちなさい。人を信じれば痛い目を見る。違った。私は。落ちなさい。早く終わらせましょう。いや、怖い。もう容赦はせんぞ。撃つよ。撃つよ。くだらん。力が出ねえ。出て大丈夫か。ここは高武力騎馬で気合い持ちのナスのボディで鉄砲を受けてもらうように動くよ。撃つわ。発動。三の肩。これが現実だ。受け入れろ。撃つわ。くらえ。
つよ。乱世に示す我が覚悟、その身に刻め。行くぞ流派発動。二の肩行くぞ。くだらん。撃つよ。残りカウント的にも白殴りに行ってはぜて再起の流れかな。下げるとずらしで放置され画面から再前後。出過ぎたか。くらえや。ゴーハ。犬どもの分際で違うんだ。私はジェクショー。ここまでか。電気解放。容赦はせんぞ。任せておけ。流派発動。一の肩捨ててやる。できることならダメージを受ける前に号令打ちたかったから反省点。俺の戦い方は俺が決める。行くぞ。これが現実だ。受け入れろ。ここは色差でゴリ押ししてたか。力が出ねえ。撃つよ。ご視聴ありがとうございます。山形めっちゃええこと言うやん。こいつのこと、タン・アキラの生まれ変わり思ってたから。ヒャッハーキャラやと思ってたんやけど。